チョコ先生はセクシーすぎてお蔵入りなのかも。確かにそれはある。ああね、チョコ存在自体がセンシティブだから、そう、うん、今も隠してるしね、おっぱい。いや、まあまあ、これはね、まあ、解いてもいいんですけどね。おほー、な、おっぺー、な、いいな、おっぺー、おっぺー。まあでも、うなたも、大きくなったら、うん、チョコよりも大きくなるかもしれないからね。本当なのな、チョコ先生。チョコ先生のできるパイパーみたいになれるのだ。そうよ、うなたも今からいっぱい食べて、うん、いっぱいいろんな妄想をすれば、妄想大きくなるわよ。妄想必要なんですか。いや、うなた。はい。このおっぱいにはね、夢が詰まってるのよ。はい、そう。夢夢が詰まってるの。あ、なるほど。だから、うなたも、いっぱい妄想して、はい、いっぱい、夢を詰め込めば、どんどん大きくなっていくはずよ。どんな妄想してるんですか、チョコ先生は。まあ、それは、ちょっと、配信では言えないんだけど、うん、後でおすすめ送っとくね。わかったのな、妄想いっぱいする。うなたにはちょっと早いかもしれないけど。本当なのな。早いかな、リーエドサイトとかは見てるよ。ま、うん、あ、うん、お、大人だから。そうなんだ。それなら大丈夫そうかしら。大丈夫なの、いけるのかな。じゃあ、うなたんにもおすすめ後で送ってあげるね。わかったのな、楽しみだのな。大丈夫かしら、将来。妄想、必要妄想だから、これは。必要妄想だから。うん。はい。ということでね。